日付は1月3日2020年です。ライトボディアクティベーションシーズン4の1月3日バージョン4回目ですかね。まあいいや。ということで今日2回目のライブ放送になっちゃいますけど、ですね、いつものように可能な限りゆっくりと長く深く呼吸は、リズムをこう切らないように進めてください。姿勢ですが、可能な限り、脱力し、背骨をまっすぐに、頭をプッと上に上げ、顎先はやや上向きに、後頭部をちょっと下に落として、で、全体的にほどきの、でも背骨がまっすぐにこう、崩れないように、まっすぐに頭を上に上げるので、あと全ての反応は単純な反応なので徹底的にスルーしてください。その反応を考える必要もないし、反応がどういうものなのかを頭を使ってぐるぐるする必要はないです。逆にしない方がいいんです。そこに意識を費やさない方がいいですね。どっちにしても動いていくし変わっていくので、その経験は後からどういうものだったのかって考えた方がいいかもしれないです。その過中では徹底的にスルーしてください。どちらにしても変わっていきます。ですね、ちょっと頭が痛くなるかもしれないですね。額のところの上のところ、頭の7.5ぐらいのところがなぜかぐーっと詰まってるような感じがするかもしれませんが、気にせずに。はい、首筋の横、左右、耳の下ぐらい、顎の後ろ、耳下のところ、首筋上部、右、左を感じてみて、ちょっと首がクロケットというか、まあ、これなんとなくこう、右にガーッとこうなってるような感じがする方も気にせずに、とにかく はい、どんどんエネルギー入ってきなさいと。で、ゆっくり作り変えなさいと。はい、もう手放します、許します、はい、離れていきますと、意識をどんどん自分から離しの、遠くから眺めの、反応、経験を遠くから眺めることだけに集中してれば、あとはもうボディとエネルギーが互換性で自動的にことをなしていくので、そんなに考える必要はないです。はい、横隔膜の胃のところ3.2ぐらいのところでしょうね、多分ね。のところでなんとなく変化が始まるかもしれませんが、気にせずに。はい、そこも、はい、どんどんほどきますと。はい、緩みなさいと、まとまり始めなさいと。下腹のところで、ちょっと冷たい感覚、お腹の中心、お腹の周辺ですね。冷たい感じが来るかもしれませんが、気にせずに。単純にクリアリングなだけなので。で、反応が起きているところ、痛いところであれ、縮むところであれ、硬くなることであれ、形っていうか、体幹を通じた体験が上がってくるところは、そこにもうそこをどんどん崩しなさいと。エネルギー、通しの、透明になりの、さらさらになりの、光の、輝きの、続けなさい。お腹のところですが、部分的に冷たいのと部分的に温かいのが同時に上がってくると思いますが、もうそのままガンガン行きなさいと、気にしませんと。で、背骨ですね。特に4前後、4の前側、後ろ側、3.5、4、4.5のところがなんとなく違和感を感じている方は、はい。3.5、4、4.5のところ、どんどんまっすぐに戻し続けなさいと。人によっては、ですね、肘関節の周辺から、腕の内側とかでもクリアリングの感覚が始まるかもしれません。気にせずに。はい、とにかく徹底的に、もう離れの、眺めの、感想は送ってください。よろしくお願いします。ということで、聞いてる方は、真面目にやりたい方は。はい。で、そのまま、はい、呼吸を続けの、脱力シーンの、はい、形が出てきてるところを、ほどきの、スルーシーンの、
アークチュリアンと別の大きな方が後ろについてます。基本的には多分買ったコンビバージョンですね、基本。とにかく、ボディの、皮膚の、ボディ全体のところで冷たくなるところ、もしくはこう、ちょっとぐっと締まるところ、今、臀部のところ、後ろの、臀部後ろとかでも反応が起きてますけど、あと股関節の外側とか、冷たいところは何度も言います。クリアリングが起きてるところなんで、そこはクリアリングが必要だから起きてるところで、そこもどん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 エネルギーなさいと。で、整えの、クリーンにしの、で、クリアリングが終わったらゆっくりゆっくり温かいのが出てきの、で、またクリアリングが始まりの、繰り返しなんで。クリアリングが起きてるところ、冷たいところ、どん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 エネルギーいきなさいと。ことを進めなさいと。首のチューブ、側面でも同じように始まるかもしれません。人によっては胴体の胸から上半分の内側に冷たいのがさーっと上がったり、降りたり下がったり、降りたりするかもしれません。気にせずに。そのまま呼吸を続け、ボディの反応をモニターし続け、眺め続けるだけで構いません。頭の中の上のところの感覚もゆっくりゆっくりと変わっていくと思いますが、まとめて放っておいて、ちょっと待ってくださいね。首筋、後ろの冷たいクリアリングの感覚は、このインターバルで上がってくると思います。で、今、腰から上の胴体の上の方にも上がってきてますが、で、とにかく何度も言います。離れて、眺める、モニターする。で、何もせずに眺めていたら、ゆっくりゆっくりと動いて変わっていくはずです。で、腰のところもより奥の方から形が出てくると思いますが、まずほどきなさいと、崩しなさいと。で、そこで固めてきたというか、形になってしまって、まあ、どん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 壊しの、緩みの、開きの、軽くなりのを続けなさいと。鎖骨の右左と、首と首の下、気管支のところですね。鎖骨の横並びとその縦の並びの十字セクションを360度感じてみて、ちゃんとまっすぐに揃ってないような感じがする方は、もうそこで脱力しの、離れの、許しの、手放しので、自動的に最も理想的な位置、状態に戻り続けなさいと。左腕、内側のところでも反応がまだ進んでいくと思います。人によってこれ、神経痛な方、もしくはリウマチの方はちょっと痛いかもしれないですね。で、そこもあんまりこう、ぎゅーっと硬くせずに、痛みが出てきたら、とにかく離れの、許しの、伸ばしので、可能な限りどん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 離していくと、意識を離して、そこにこう、磁石のように吸い付かずに、マイナス磁石のようにビーッと離れていく的な。で、そのまま、レッドゴーして離れますと、許しますと。どん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 、開きの動きのエネルギー、そこに行って、どんどん状態を変え続けなさいと。頭のど、ま、真ん中、頭の中心のところの感覚がゆっくり変わっていくと思いますね。なんとなく頭の中の、鼻の高さ、鼻筋から鼻先、鼻頭から、なんていうんですかね、鼻の付け根っていうんですかね、鼻先までのその高さのところの奥の内側の中心部ぐらいのところをなんとなく入っていって、で、そこをどん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 ちょっとこうモニターすると、人によってはちょっとめまいのような揺れる感じが出てくるかもしれませんが、気にせずに。で、さらに頭の上半分の半分よりちょっと上のところでも別の新しいプレッシャーが出てくるかもしれませんが、気にせずに。とにかく、頭の上の半分のてっぺん近くのちょっと内側の、はーってこう、
プレッシャーになってるところを、はい、どん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 処理し続けなさいと。首の喉の喉の飲み込むときに物が通って、まあ、食道でしょうね、多分ね。食道と食道、その食道の周りとかでもなんかこう違和感出てくるかもしれない。気にせずに。出てきたらもうとてもほどきますと。ほどけなさいと。整理整頓し続けなさいと。ハートのところ4のフィラメントのところで何とか痛いのが出てくる、痛い、何とか痛いかなっていうのが出てくる方は、もう認識しの、認めの、許しの、はい。そこへエネルギーってどん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 、もうヒーリングしなさいと、作り変えなさいと。はい。もういらないもの、トレーの、流れの、洗い流れの、動いていきの、で、作り直されの、修復されの、続けなさいと。で、縦軸、自分の縦の軸、シルバーコードをピーンと張った光の針金を意識して、でもうすべ、それにすべてどんどん整理整頓されて、そう整ってこう、整列し続けなさいと。センタリングですね、シルバー、まあ、ピーンと張った光の針金、シルバーコードに、センタリング、それに沿ってどん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 まっすぐに整列し、発作をなしなさいと。なんかまっすぐ垂直にピーッと光ってる光の羽がね、にどんどんどん沿うようにどんどんどんまとめ直しなさい。はい、縦の軸にセンタリングをどんどん進めなさいと。クリアリングの感覚は新しいのが出てくるかもしれませんが、気にせずに。もうこれもタイズは上がったり出たり、あの引いたり、出たり引いたりするもんなんで、いちいちも驚かないと。で、はい、センタリングを続けなさいと。ハートのところのセンタリング、縦軸、縦の軸のセンタリングはなんとなく歪んでいるなり、カーブになってる、まっすぐになってない感じをする方は、あそこもどん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 まっすぐに揃いなさいと。手放します、離します、許しますと。どん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 、まっすぐになり続けなさい、戻り続けなさいと。左肩関節から左脇、左上腕のところでも変化が起きているかもしれない。気にせずに。そこも手放しますと。で、この脇ですね。右の脇、左の脇、右肩、左の肩。ここはハートの4番、背面のやや上のところから出る神経ネットワークと関係してるんだよ。はい、ハートの4.2、4.3、4.5 のところと、その肩の肩関節のところなんとか意識して、あそこをどんどんバランスのいい状態に戻し続けなさい。で、肩の周辺がなんとなく暖かくなる、なんとなくエネルギー的にちょっと分厚くなり始めている方は、そのままどんどん成長させの、安定させの、膨らませの、分厚くなりのを続けなさいと。4の胸椎、真ん中よりちょっと4番とか5番とかじゃないですかね、多分ね。なところで、なんとか違和感、そこのディスクっていうか、骨とディスクで交互になってますが、そこがなんとなくこう、綺麗に並んでない感じがする方は、はい、そこの部分もどん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 、開きの、ほどけの、呼吸をしの、キューッと縮まって、こう、クシュッと、潰れてる状態から開いて、伸びて、柔らかくなって、呼吸をし始めるように、光が入りの、汚れが出の、もう交換されの、続けなさいと。
頭の中で骨とディスク、骨とディスク、骨とディスクのこの並びが今日ギューッと引っ張られて、それと隙間が出る的なイメージを送り込んでも構いません。左肩の首周辺のストレスもどん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 落としなさいと。で、鼻の上の方からなんか降りてき始めてる方は、顎先を上げたまま、後頭部は下げる。で、頭の中のいらないものをどん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 下に下ろし続けなさいと。左、横隔膜前側、左の胃のちょっと周辺の皮膚側のところでなんか反応出るかもしれないが気にされてます。膵臓、脾臓と膵臓の間の皮膚側的な、もう気にせずに、どん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 修復しなさいと。痛みっていうか、信号が走るときに痛みが、エネルギーが走るわけですから、そこに、その情報が通るときに、痛み、ギュッとエネルギーがパルス的に走ることがありますが、気にせずに、心配な方はドクターに。で、とにかく、そこを、信号を届け続けなさいと。で、ちゃんと信号を受け取らせなさいと。で、修復を始めなさいと。バランスを取り戻し始めなさいと。センタリングを再び意識して、頭の先から足の先、指の先。縦の流れというか、頭の先から足の先までも流れがあって、頭の先から腕の先、爪の先まで流れがあるわけ。で、胴体にも縦の流れがあります。すべての流れがきれいにストリームラインにきれいにまっすぐ揃いながら、同じような、距離感と、輝きとクオリティと、漠然としてても構いません。構いません。とにかく、エネルギーの、もう、経絡の流れなり、どん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 整えなさいと。前後左右同じように整え続けなさいと。人によっては右側が細かったり、人によっては左側が細かったり、部分的にここが太いの、ここが細いの、ここが閉じるのともバラバラなわけですが。とにかく、ゆっくりゆっくり全体的に開きの、自動調節で前後左右全体的に同じような開き方に、こう、整え直し続けなさいと。右ふくらはぎの内側とかでも反応出るかもしれない。ここは難しいです。多分ふくらはぎのところは、足がつるところのところは、ゆっくりゆっくり時間をかけて、奥の方まで行きなさいと。で、反応が出始めたら何度言います？ほどきなさいと。ほどけますと。離れますと。許しますと。どん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 、ほどいて、開いて、ストレスゼロで、どんどんどん柔らかく、呼吸とテンパってる状態から、どん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 離れなさいと、手放しなさいと。要は、そこ、テンパってるとこは、そこで何かを支えているってことなんで、サブコンシャスレベルで。自分でそこを支えてると思ってなくても、ボディがそこで何かを支えようとしてるので。そこをどん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 開きなさいと。緩みの、ぎゅーっと閉まってる状態から開いてる状態にどん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 戻しなさいと。で、呼吸を続けの、頭の中で自分の姿、もう明確に思い浮かなくても、人形の外枠ぐらいでいいです。頭の中で自分の形、フレームですね、を漠然とイメージして、何もそこでこう働き方をイメージして、そのイメージがどのように浮き上がってくるか。例えば、ちょっとねじれて見えるとか、右と左とちょっと同じになってないように見えるとか、なんか眺めの、
で、横から見たときに、出てくる姿を眺めの、矯正しなくていいです。修正しなくて、ただ出てくる、形を眺めの、もしずれてるように見えても OK。もうそのまま許しの。それで、後ろから見たときに、ちょっとボディが右に偏っているのが左に傾いているようが OK。そのまま眺めの、単純に上がってくるイメージのポスチャーを受け取りの、認めの、で、上から見て、はい、頭から足がどのように並んでいるかを眺めの、認めの、許しの、その状態を受け取りの。もうこれは人によってバラバラなはずです。で、なんとなくずれてるように見えたり、段差があるように見えたり、奥行きが違ったり見えたりかもしれませんが、気にせずに。で、もう一度、頭の中で自分の、ひな形のフレームを意識して、その中全部光りなさいと。ゆっくりゆっくりゆっくり全部頭の先から足の先、指の先まで光の粒子がバン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 入ってきて、どん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 増えてきますと。で、全体的に同じようにゆっくり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 広がりますと、成長しますと。まるでちょっと風船を膨らますように、内側から外側に向かって光の粒がゆっくりゆっくり、そのフレームを膨らましの、同じになりの、へこんでるところが盛り上がりの、曲がってるところがなんとなくこうまっすぐになりの、で、まっすぐに立ち上がりの、ゆっくりゆっくり充電されて立ち上がってた、綺麗にこう、ちょっと張りが出るぐらいまで、充電されて膨らんだ状態になるまで、はい、頑張んなさいと。ここも焦らずに、ゆっくりゆっくりゆっくり行きなさいと。それと同時に自分のボディの中でどこにエネルギーが出てくるか、どこが冷たくなるか、どこが高くなるかも同時にモニターして、で、エネルギーどん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 、ふつくりの、光の、輝きの、充電されの、ゆっくりゆっくりコーヒー、全体的にコーヒーなんですけど、均衡化、平均するようにゆっくりゆっくり変わりなさいと。ちょっと人によってハートのところ痛い方いるかもしれませんね。このくらいだと平気でしょう。はい、そのまま、はい。頭の中の自分の人型エネルギースーツの、貯金箱の中に、人型なんかどん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 エネルギーつけなさいと。で、なんとなく上半身、肩の周辺とか背中とか前、胸とかが暖かくなり始めてる方はもうバンバンさ、そのままどんどん作りなさいと。そのままどんどん、はい。上への成長シーンの、増殖シーンの、増幅シーンの、ゆっくりゆっくり増えて、はい、ゆっくりゆっくり成長させ続けなさい。間延ばしして、伸ばすのではなくて、増えなさい。増殖しなさい。育ちなさい。で、どんどんどん育ち続けなさい。英語で言うと、マルティパイっていうか、どん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 増えていく、増えていく、増えていく。引っ張って伸ばす、薄く伸ばすのではなくて、増える、増える、増えると。を続けなさいと。で、ボディの、例えば胸の周辺、横隔膜の周辺、お腹の周辺、お尻の周辺、太もも、右、左、肘、右、左、ふくらはぎ、右、左、足首、右、左、足裏、右、左、足先と、こういろんなところをこう段階的にゆっくりゆっくり感じていて、意識を通して、その状態を把握しの、暖かくなり始めた時に、どん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 ゆっくり揃えなさいと。冷たいところはクリアリングを進めの、整えの、ファンデーション作り直しの、え、さて作り直しなさいと。エネルギー入れつ、注ぎ続けの、そこでエネルギー増え続けの、成長しのと、そこをどんどんコンディションしすぎなさいと。はい、そのまま呼吸は忘れずに、ちょっと今日は多分早く終わると思います。
うちの中でそのままわさわさして音も手間が入ってるんで、多分集中が続かないと思います。ちょっと短めに終わります。今日多分40分ぐらいで終わると思います。あと15分です。はい、そのまま、はい、呼吸を続けの上半身のところで、ホットフラッシュ的なんだかなーと上がってくるっていう感じがする方は、もしも気にせずに、これも自律神経のところの調整が起きてるだけなんで、はい、ホットフラッシュ上がってきても気にせずに、これもインターバルで上がりの、少なりの繰り返します。で、はい、首筋もどん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 ほどきなさい。特に後ろ側ですね。首筋、うなじの下のところです。どんどんほどきなさいと。エネルギーや動きの増えのほどきの柔らかきの柔らかくなりの続けなさいと。人にはちょっと動かしたく動かしたい衝動が来る場合はあまり無理せずで固めずにポキポキって言ったらポキポキとか言って動いちゃってるかもしれません。ちょっとヘルプをしてあげると。でそのまま、はい、頭のところも最初に比べてちょっとまとまりかけているので、とにかくボディのところを先にガン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 もうヒートアップしなさいと。首から下ぐらい、首から下全部どん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 エネルギー作りの、はい、分厚くなりの育ちの上腕の筋肉とかでも反応起きるかもしれませんが、気にせずに、とにかく全体的に皮膚から皮膚の下、筋肉、筋肉繊維、筋、血管からもうありとあらゆる肉体、オーガニック肉体部位、もう骨の中から骨の髄までガン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 エネルギー届け続けなさいと。フレームを大きくしようとしてるみたいですね、これね。まあいいや。そのまま、はい、ゆっくりゆっくりちょっと風船がゆっくりゆっくりピューッと膨らむ的な、一気に膨らみません。もうゆっくり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 、あ、急に言っちゃってパチンと弾けちゃうんで、ゆっくりゆっくりの表面膨張のエネルギー膨張のところが崩れないように、はい、ゆっくり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 拡大し続けなさいと。上半身、特に首の周辺、胸から4、5のところが高くなり始めて、ちょっと熱いかなの方は万々歳。そのままガンガン行きなさい、ゆっくり行きなさいと。腰の周辺でクリアリングが起きている方は、腰背面とか股関節とか、そのままほどきます、許します、手放します、軽くなりなさい、明るくなりなさい、輝きなりなさいと、整理整頓しなさいと。エネルギーが回っていって動いているときに、だーっとエネルギーの密度が上がって動き始めの、回転し始めのときに、ストレッチをするとより柔らかく、開きやすくなる。これ、ボディが、基本的にボディは基本的に全ても繊維構造、筋肉繊維とか出てきてるんで。で、ここが閉じてる状態で一生懸命開こうとしても、逆に繊維を痛めてしまう。そこはエネルギー的にダーッと入っていって、ほどき始めの、開き始めのになると、よりこう開きやすくなるんです。なので、体を開くときは、やっぱ時間をかけて、エネルギーもガン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 作ると、エネルギーガン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 伝えると。で、それとともにゆっくり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 開いていくると。で、焦る必要はないと思うんです。地道にやっていったら、どんどん股関節とかも柔らかくなると思います。で、開くときには、ここは内股と外股の筋肉のバランスなんで、開こうと思っても外側の筋肉の筋力がなかったら開けないもん。で、そこもどん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 ほどきなさいと。やらあげなさいと。内側、外側、まあ、その多角的に筋肉で固めてるわけですが、まあ、どんどん崩しの、透明にしの続けなさいと。より柔軟になるように。これはまあこの後でも構いません。エネルギーがあって、ガーッとちょっと汗ばんでるぐらいの時にやった方がいいですね。で、それは、まあ、宿題ということで、やりたい方はガンガン、特にヨガやってる方は完全にできると思いますけど。で、体が硬い方は、やっぱり硬いっていうことはそこだけキュッと締まってるってことなんで。とにかく、潤しなさいと。で、開きなさいと。で、満たしなさいと。膨らみなさいと。
で、今朝の、ラーメン、エビアのところも出てきましたが、胸のところ、特に女性はこう下がってくるから、で、これは顔も全く同じですけど、重力に耐えからゆっくり下がってきますね。これはどちらも真珠系の問題で。で、ここもエネルギーどん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 動かしなさいと。で、そこどんどんどんファームに戻しなさい。引っ張り上げなさいと。で、顔も同じですね。で、顔も自然に下がってきます。で、ここもゆっくりゆっくり引き上げなさいと、リフトしなさいと。ああ、顔のところは、古代ギリシャカムサムヒーリングのエストロジェンの、アフロディーテのところとかやっちゃうと顔はかなり上がると思います。かなり張りも出てくるから。いや、まあ、そこビューティーに気味がある方は、そこをガン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 やるのをお勧めしますけど。はい、頭もゆっくりゆっくり、始まりの時よりも楽にはなってると思いますが、気にせずに。で、頭の縦軸ですね。頭の軸、5、6、7。7.5ぐらいまでいいか。頭の中心の縦軸、5、喉のところ、6、鼻の、喉から鼻の真ん中ぐらいまで。7、頭の中心から頭のてっぺんぐらいまで。7.5、ちょっとその上ぐらいまで。はい。5、6、7、7.5、どん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 まっすぐに揃え続けなさいと。背中でクリアリングのホットフラッシュ的に冷たいのがさーっと上がってくる感じも気にせずに、ガン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 起きてきます。これ慣れちゃうしかない。どっちにしても通っていくだけなんで。5、6、7、7.5。はい、これどん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 まっすぐに。7.5、7、6、5、4、3.5、3、3.5、4、3.5、3、3.5、4、4.5。このところでぐーっとなんとなくこう痛い感じになり、まあ綺麗にまっすぐに揃ってない方は、はい、そこの部分、どん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 まとめ続けなさいと。はい、4、4の後ろ、4の前、4の右側、4の左側、もうどんどん整えなさいと。はい、3.5、3の前、後ろ、3の横、右横、左横、そこのなんか3段落感じで、3から2.5、2の2.5、2、2.5、2、2、1.5、2、2.5、2、1.5、1、1でしょうね、やっぱりね。1、マイナス0.5、マイナス1、このところ、はい、マイナス2、はい、マイナス2、マイナス1、1、1.5、1、マイナス5、マイナス1、マイナス1.5、マイナス2、マイナス3ぐらいまでいってみましょう。マイナス2.5、マイナス3、2.5、2、マイナス2、マイナス1.5、1、マイナス0.5、1、1.5、1、1.5、1、マイナス1、マイナス2。このところで反応が強く出る方は、こう徹底的に、もうどん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 そこクリアリングしなさいと。はい、1、マイナス1、マイナス2、マイナス3。で、そこでラーッと冷たいのが上がってくる方は、もうそこもどん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 動かせんの、クリアリングしんのと。はい、もう一度いきます。1、1の前、1の後ろ、1の右側、1の左側。反応を全部、そこでどう反応するかちゃんと把握して、はい、そこにどん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 エネルギー動けと、その瞬間にどん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 壊れの、透明になりの、軽くなりの、気持ちよくなりの、整えの、リファウンデーションシーの、はい、作り直し続けなさいと、満たし続けなさいと。人によっては股関節、恥骨とか、のところでも冷たく、あーっと冷たく、部分的に冷たくなったりするかもしれない。気にしたやつに。もう一度いきます。1、1.5、右、1.5、左、1.5、前、1.5、後ろ、1、前、右、右、後ろ、後ろ、
左後ろ、左前。はい、前。どこでどういうふうに微細に変わるのを把握して、はい、そこもガン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 エネルギーって、そこをどんどんリコンディションしなさいと。作り続けなさい。変え続けなさいと。で、股関節のところ内側がなんだか開く感じ、もしくはもそもそする感じの方はもうバンバンザイ。はい、そこのエネルギーどん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 いって開き続けなさいと。はい、股関節内側のところ、はい、エネルギーどんどん入りの、もそもそしようが何かが動いていようが、もう徹底的にスルーして、はい、まあ、どんどんどんエネルギー動きなさいと、通っていきなさいと。で、リコンディションし続けなさいと。もう一点いきます。1、1.5、1、1背面、マイナス5背面、マイナス5、背面前、背面前、背面前、はい、右、マイナス5、横、右、横、左、右、左、右、左、右。はい、マイナス5からマイナス1、はい、マイナス1の前、後ろ、右、左、右、左、前、後ろ、前、後ろ。はい、エネルギーが動いていって、その冷たいのが変わる、だと動く方は、もうどん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 やって、どんどんどんアジャストしなさいと。マイナス2、前、後ろ、右、左、前、後ろ、右、左。で、ここで、マイナス2のところで、仙骨のちょっと下の方とかが何とか反応する方は、はい、マイナス2と仙骨のところ、はい、どん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 調整しなさいと、軽くしなさいと。腰の背面の中央部の下の方ね、がぐーっと重たくなる方は、はい、そこどん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 軽くしなさいと。はい、内側の仙骨の中にある太い神経の束のとこ、どん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 軽くしなさいと。はい、2、どっちも仙骨のところね、1、2、2.5、骨盤の中央部の縦のところね、はい、2、2.5、2、1.5、1、1.5、2、2のところですね。この2の、2のところを前、後ろ、右、左、後ろ、右、左、後ろ。前の方はちょっと薄い感じがする方、後ろの方が硬い感じがする方。はい、2のところを徹底しない、徹底的にエネルギー動きの、はい、リファンデーション CG の、はい、充電されの、開きの、少なりの、光の、輝きの、と。2.5の前側、おへその、やや下の、ちょっと斜め下、おへそこのやつ斜め下置くみたいなところ、はい、なんとなくそこ意識して、そこに、豆粒、親指の先ぐらいでもいい、親指ぐらいでいいですよね、親指の、第一関節ぐらい、なんとなく意識して、あそこが、オレンジゴールドのような、感じ。ちょっとオレンジっぽいゴールド。はい。そこ、どん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 。はい。そこに、下丹田、オレンジっぽいゴールドをガン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 充電しなさいと。24筋、36筋ぐらい。36筋オレンジまでいかなくても24と37ぐらい。はい。どん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 、はい。下丹田、へそ下のエネルギーポイントにどん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 充電しなさいと。活性化しなさいと。で、そこを、イメージ的には、こう、クリンクリン回転、なんか、練るっていうんですかね。こう、クリンクリン回転します。後ろからが上がりの前におりの、後ろ上がりの前におりの、へその下の奥のところの下丹田が、はい、クリンクリン回転しながら、はい、エネルギーが練られま、練るっていうか、
寝る。漢字で書くと糸辺に気がしたと思いますけど。はい。はい、へそ三点、回転しながらどんどんエネルギーを練り続け、柔らかくなり続け。はい。流動的になりの、ちょっとトロトロ状態になりの、はい。ちょっとオレンジゴールドの、はい。質も丹田エネルギーガンガン柔らかくし続けなさいと。おへその下、おへその下のここでおへその周辺、お腹の周辺がなんとなく安定度を増す方は、もうそのままガンガンいきの。ああいうところどんどんエネルギー作り続けなさいと。その奥からの微細なものが出てくるから気にせずに、はい、どんどんそこエネルギー入れ、入りの、はい、充電されの、はい、回転しの、エネルギーが練り続けられの、柔らかくなりの、いや、クリーンになりの、人によってはなんか、水銀の、色付き水銀とかのように見えちゃうかもしれませんけど、気にせずに。見えなくても気にしない。とにかくそういうもんだと思ったら、脳はイメージしていることと実際に起きていることの違いは分からへんので、イメージするものは脳にとってはリアルなんです。これ大脳生理学という。はい、おへその下のエネルギー、はい、はい、練り続けなさいと。鍛錬し続けなさいと。で、お腹の周辺のクリアリングの感覚もちょっと変わると思いますが、そのまま、おへそ下エクササイズ、おへその下内側、やや下内側の奥でクリンクリン、体操する。これは特に女性は難しいと思います。女性は、腹式呼吸難しいと思うので、男性の方が楽だと思います。腹筋的には、そのコアのピラティス的な、ピラティスのところ、ちょっとピラティスよりももうちょっと、うん、もうちょっと手前かな、多分。なので、ところのおへそをしたエクササイズは、特に、体質弱い方とかはもうガンガンやった方がいいですよね。で、アレルギーとかにも関係すると思いますけど、あとは体力とか、スタミナとか、そういうところなので、はい、おへそしたエクササイズは、ぐーっとお腹を引っ込めて、へそ状の下をぐーっと内側に引っ張り込んで、上に上げて、前に出して、下に下げて、またぐーっと引っ張って、上に上げて、前に出して、下に下げて、ぐーっと引っ張って、後ろから前に回転するように、ぐーっとエクササイズをすると。で、これやってると、エッジのオーガニスとかも全然もう感度はどんどん上がると思うんですよ。まあ、そういう得意も、そういうものもあるので、とにかく、はい、へそ下エクササイズ、はい。へそ下エクササイズ、後ろから前に、これをガン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 やると。頭の中でも実際に腹筋動かしてやると。ということで、ちょっと今日は早めに、気がさせていただきます。ということで、感想は送ってください。それではまた。